はい、ユニバーサルサウンドデザイン超能科学総合研究所の中西でございます。よろしくお願いします。本日はですね、モバイルライトコミューンのですね、接続の、説明をさせていただければと思います。コミューンシリーズのモバイルのですね、廉価版という形で安いタイプのものっていうのをですね、ご要望としていただいておりました。まあ、それで、発売させていただいたのがこのコミューンモバイルライトという形になります。主にですね、ご利用いただいているのが、契約者だったり行政機関の窓口さんだったり、あと病院の窓口等でですね、ご利用いただいている形でございます。まあ、これまで、コミューンに関しましては、大体平均17万とかですね、10万後半の製品が多かったんですけども、こちらまあマイクの種類によりますけども10万ちょっとからですね、ご導入いただけるということで、非常に、入門モデルとして、人気をいただいている形でございます。で、早速ご説明をしていければと思います。こちらのモバイルの形状をしておりますけども、大きな、モバイルとの違いは、バッテリーが内蔵されておりません。で、プラス、マイクが無線ではないという形ですね。なので有線のマイクという形になります。ここが大きな違いになります。で、形状に関しましては、もうモバイルと同じでございまして、電源が入ってボリュームがこうついているという形です。で、しかしながらバッテリー内蔵しておりますので、電源を入れてもコンセント等につないでないと電源が入らないという形なんです。内蔵バッテリーではないという形になります。で、操作に関しましてはもう待っていたってモバイルと同じですけども、電源を入れるとボリュームが大きくなっていくという形になりますけども、後ほどちょっと電源入れてからご説明したいと思いますが、もう至ってこのロータリースイッチのみの操作という形になります。こちらですね、ユニバーサルマウントというのがですね、モバイルと同様に入っておりますので、こちらはモバイル等でもご利用いただいているこの三脚をつけていただく穴が同様にモバイルライトの方も備わっているという形になります。このように三脚をつけるという形ですね。窓口等で使うタイプのものになります。で、大きく違う部分はですね、この通常モバイルですと、充電用のケーブルを入れる箇所になりますけども、ここにですね、マイクを入れる形になります。マイクと電源ケーブル、これライト専用のケーブルになりますけども、このようなケーブルがあります。電源ケーブルなんですけども、ここにですね、3.5 の入力がついているものになります。こちらをですね、このように挿していただくという形になります。ピッとですね、挿していただきます。で、これで接続が一応できるようになっています。で、これで電源とマイクの供給をさせていただくんですけども、続いてちょっとマイクの方をですね、接続したいと思います。このライトの方、ライトタイプの方で非常に多いのが、この SE 等でも使われていますコミューンのですね、ショットガンマイクっていう部分が一番多いんですけども、こちらの部分をですね、このケーブルの先端の方についているこの部分ですね、3.5 の端子がついてますけども、3.5mm の端子にプッと刺すという形で、これでマイクの入力ができるようになっております。で、通常ですと、電源ですね、コンセントにつなげていただく形になりますけども、コンセント、この AC アダプターの方がありますけども、コンセントではなくてですね、実はモバイルのこのアンカーのバッテリーでも駆動するようになっています。電源が取れない小さな部屋とかですね、どうしてもありますし、あとお外に持ってきたいという場合もありますので、その場合はですね、この、USB の端子のところですね、このアンカーのバッテリーの方に入れていただくという形ですね。このアンカーのバッテリーのこの USB のところに挿していただきます。で、それでですね、挿した状態で、このように電源を入れていくとですね、ピッとこう音量が開いてくると思いますけど、モバイルとの違いはですね、このグリーンのインジケーターになってます。モバイルの場合は、コミューンモバイルの場合青になりましたけども、モバイルライトの場合は緑ですねになるという形で、機種の違いを、判定できるような形になっております。で、また、正面の方にはですね、コミューンモバイル、下の方にライトと青い文字で書いてありますので、外装上からはですね、見極めるのはこれで、見極めることが一応できるようになっているという形になります。で、今ちょうどですね、音量が入ってお話が入ってくる形でございますけども、非常にモバイルと違ってですね、スムーズにこう
音量が上がっていく形ですので、まあこれボリュームを意外と大きく使ってもですね、4か5ぐらいで出力の 1.7W ぐらいになりますので、まあ結構これはボリューム自体は4とかそのぐらいになるかなと思ってます。今ちょっと大きく入っていると思いますけれども、まあ、このような形で使います。まあこれで一旦、設置は完了という形になります。で以前からですねハウリングのお話をしてますけども、ハウリング抑制の機能についてはこのモバイルに関しましても入っておりませんので、なので、こういうふうにハウリングマイクの方向に近づけますとハウリングですねこういうふうにしやすくなってしまいますのでここはお気をつけいただければと思います。まあかなりしにくい構造にはしておりますので相当近づけないとハウリングはしませんので、まあ、通常のコミューンのシリーズのですね今逆向いてればこうスピーカーとマイクが逆向いていれば非常にしにくいという形の構造にはなっている形でございます。まあ、明らかにこのマイクをこういうふうに近づけるとハウリングがしやすくなりハウリングが出てしまいますけどもこう相当近づけないとハウリングがしにくいというような形でご理解いただければと思います。はい、ということでこのモバイルライトに関しましてはシリーズの中でもマイクの種にはよりますけども非常に安い10万前半からという形になっておりますのでぜひとも選択肢の一つの中に入れていただければなと思う形でございます。はい、以上モバイルライトですねのご説明でございました。ありがとうございました。はい、コミューンのマイクっていう形ですけども実は用途に合わせてすで、にですねテーブル上に並んでるだけでも実は 1,2,3,4,5,6,6 つあります。でこの6つあるのはですねやはり先生方のご要望とか、ご利用者様の要望が多岐にわたりますのでその用途に合わせてご対応するという形で、複数のマイクっていうのをご用意させていただいてます。でまず、先ほどの、SE の方でもお話しましたけどもこのショットガンタイプですね、この特徴は指向性が強いですので、この向いてる方向の音をきちんと拾うという形でございますので、まあ、そういったマイクでしたけどもクリニック等ですね病院等で外来で来られる患者様向けに先生が使いたいというケースも非常に多くございますので、まあ、その場合は SE タイプですとケーブルがどうしてもこう見えてしまうという形がありましたが本体まで見えてしまいますけども、まあ、このように送信機の方に挿していただいて、まあ、先生の手元に置いてで送信機はちょっと机の後ろの方に隠しておいていただくとかっていう形で無線にしたいとシンプルに、したいんだけどということで、言われるケースっていうのがあります。で、まあ、そういった用途向けにということでショットガンを使われる先生方もがクリニック等では多いという形ですね。でもう一つがですねこのヘッドセットっていうマイクです。ヘッドセットはですねごめんなさい、シングルイヤーフックっていう形ですけども、こちらですね耳にかけるタイプになります。まあ、このようにですね、少しこう稼働するようになってまして、まあ、この形状を整えて、マイクがここについてますけども、まあ、このように耳の方にですねつけていただいて使うという形になります。でこのようにまあ耳に挟んでちょっとコツがいるんですけども耳にこう挟んでいただいてグッとこう締めていただくとちょうどここになりますので、まあ、この位置に来るという形で使うマイクであります。でまあ肌色ですので、まあ、非常に分かりづらい見えづらいという部分もあって患者さんも気になられないケースがありますので、まあ、このシングルイヤーフックというマイクを使われる先生方も多いです。で送信機に関しましてはこのようにですね送信機の方に先ほどの端子のところに挿していただいてで送信機はまあ胸のポケットだったりとかあとは懐のこの右の左右のポケットの方に挿していただくという形でこのように使っていただいているというような形で使うという形になります。はい、で続いてですね、同じように耳につけるという形ですけども口元に、近づけるという形ですが、やはり口元に近づければ音源というかですね音の発信源に近づきますので音量は大きくなりますし、まあ集音効果というのは強くなりますので、まあ、これはもう場所等ですね先生方の用途に合わせてという形でご提案してますけども、まあ、その中で先ほどのシングルイヤーフックと同じようにですね口元に近づけるという形ではですね、まあ、このような、ヘッドセットマイクっていうのがあります。でどうしても耳鼻科の先生方とかですねライトだったりとかいろんなものをつけますので
ライトだったりこう拡大する拡大鏡とかですね、その場合はどうしても邪魔になったりとか、あと眼鏡かけてる先生方とはちょっと邪魔になってしまうんですけれども、そうではない方というのは非常に固定されますので使いやすいという部分でこのヘッドセットっていうのをですねご活用いただけるケースもございます。あともう一つはですね、今は耳のところこういうふうにですねかけていただいて、両方の耳にこういうふうにかけるという形で、この黒いところですね、このちょうど耳にかけやすいような形になってますね、これを両方にかけるっていう方法が一つです。でもう一つはですね、でこれをですね逆にします。逆さにしていただいて、このようにですね、このように使っていただいて首にかけるというふうな方法もあります。ちょっとその場合はですね、この口元に、一応来るようにこういうふうに向いてるとどうしても拾いませんので、できるだけ口元に近づけるという形になりますけども、このように使うケースもございます。で気をつけていただきたいのが、先ほどの、この耳の横につけるタイプと違ってですね、これこっち向いてしまうとマイクと離れてしまいますので、ここだけお気をつけいただければなと思います。できるだけこのマイクを意識していただいて、位置を気をつけていただいて使っていただければと思います。はい、これにヘッドセットっていうのは2つの使い方があるという形になります。はい、でもう一つですね、すごいございますけども、マイクの中でですね、これはもうピンマイクと言われているものでになります。これですね、これ私も今収録でつけておりますけども、これに胸のところですねつけておりますけども、これに胸元とかですねにつけるという形になります。もうちょっとあれかぶっちゃったんですけど、このようにですね、ネクタイであったりとか、例えばストラップの紐であったりとか、のシャツとかにこうやって挟むという形で使います。このクリップがついておりますので、ここで挟んで使うという形になります。でサイズがですね少し大きいタイプ、12-13mm だと思いましたけども、大きいタイプですので、これは主音効果を狙って少しサイズを大きくしておる形でございます。新しくなった形でございますので、こちらでも十分に音声を拾うことができますので、この場合も、やはりですね、主音効果として、使うとピンマイクの方がいいなという方もいらっしゃいますので、こういった形でシンプルに使いたいという形の部分であればですね、こっちの方がいいかなと思います。で一つメリットがあるのはですね、どうしてもヘッドセットとシングルイヤーフックに関しましては口元ですので、アルコールで拭いたりとかですね、衛生的なものがありますので、そうなるとなかなか、気にされる方がいらっしゃいますので、これは別に口元に近づきませんので、主音効果もいいし、そういった衛生面でも安心ということで、このピンマイクを選ばれる施設さんとか病院さんも多いという形になります。これが、ピンマイクという形ですね、ピンマイクタイプの、ものになります。はい、で続きまして、同じピンマイクなんですけども、ハーフショットガンマイクということで、先ほどのショットガンの半分のサイズという形になります。この特徴ですけども、通常のショットガンという部分の効能ですね、指向性が強いという部分を活かしながら、男性の声を拾いやすくするという形でこのショットガンタイプにしております。もともと先ほど見ていただいたピンマイクですけども、これと同じサイズだったんですけどもですね、どうしてもこの音を拾いにくいというのがありまして、サイズを大きくしなきゃいけなかったんですね。それと変わってですね、指向性を上げることによって、どうしても口元から少し離れてしまうんですけども、このように口元に向かって集音することによって、聞き取りやすくなるということで、このハーフショットガンというのを作らせていただいた形です。ほぼ、ピンマイクと同じように使うという形になります。しかしながらですね、難しいのは、先ほどショットガンの方が指向性が強いというお話をしたと思います。大体30度ぐらいなんですけども、どうしてもですね、このピシッと固定して口元に向いてなくてですね、例えばこうシャツが柔らかいものでこっちに向いたりとか、こっちに向いてしまうと使用が難しくなりますので、こちらハーフショットガン使う場合はですね、必ず固定するものの部分で、口の方に、このマイクの先端が向かうようにして使っていただく必要性があるようになりますので、この辺お気をつけいただければなと思います。ピンマイクの新しいタイプができましたので、ピンマイクでも十分拾うと思いますけども、こちらが白いし、目立ちにくいということで、使われるケースもございますので、いくつかある中でこう、ピンマイクの中のもう一つということで、選択肢の中の一つに入れていただければなと思います。こちらがハーフショットガンマイクというものでございました。
続きまして、バウンダリーマイクという形でございます。こちら、まあ、SE のと、コミューの SE の時にですね、ちょっとご説明させていただきましたが、まあ、こちらはですね、先ほど話したパネル、アクリルパネル等ですね、いった形で使う、こういう貼り付けてですね、アクリルパネルに貼り付けて集音効果を狙うという形だったりとか、あと基本はですね、このように卓上型に置いて、卓上に使うマイクでございますので、まあ、こちらに置いて、この送信機のに入れていただいて、まあ、このようで それでですね、このマイクを送信機に飛ばすと、マイクの音を送信機に飛ばすという形で使う場合に、このバウンダリーマイクを選んでいただくという形もございますので、まあ、こういった複数人での集音にはですね、最適かなと思いますので、その場合はこちらのバウンダリーマイクをご選定いただければと思います。